5740LLG アトモスさんからやっと到着しましたので、ちょっと見ていきたいと思います。やっぱね、この 1300JP からたまんないですね。1300今超高くて買えないし、あってもボロボロだったりするんで、これぐらいで気持ちを紛らわしい。まあ次回復刻の時にはゲットしたいなっていうところです。まあこのボリュームね、やっぱすごい。ヒール文字ちっちゃいっていうね、ちょっとなんかプリント安っぽいねっていう、このちょっと感じちゃいましたね。このミッドソール何これっていう、すごいボリューム。けど、まあ色最高なんで、よしとして、ちょっと細かいとこなんですけど、この紐がやっぱ僕好きですね。この SB とかについてる水色系の紐、グレーというか水色というか、これ好きなんですよね。でかい N ね、レザーで。この N はなんかヌバックみたいな感じかな、白は。で、この後ろの青いのはスムースレザー。で、タグ。なんか、990V1 っぽい感じかな。まあ、持ってないんで、詳しくわかんないんですけど。なんか白い。このタン、ここは白いんだね、メッシュが。白とちょっと色違って水色って感じ。水色。で、このミッドソール、僕これ気に入ってるんだけど、このミッドソールのこのベージュというか、いきなりというか、ちょっとくすんだ白みたいな。これいいですね。ちょっとヴィンテージ風というか、今流行りのね。で、履いた感じなんですけど、ちょっと横幅狭いなって感じましたね。この見た目ごついんだけど、この下がごついだけで、アッパーのこの実際に一番こう横から横の幅が当たる部分っていうのは意外と狭くて、私は結構幅広足なんで、これちょっと窮屈に感じましたね。今回履いてみて、ちょっと馴染むまで我慢しようかなっていうところですね。996とか意外とアッパー柔らかかったりするんで、996とかに比べると同じサイズでもちょっと横幅が気になるっていうところはありました。でも、まあ同じサイズでもいいかなっていう気はします。まあかっこいいですね。結構ボリュームあるんで、太めのなんか私お気に入りのカーゴパンツとかに合わせるといい感じになるんじゃないかなと思って買ってみました。ちょっとこの後履いてみるんで、ちょっと見てみてください。